皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、生徒さんが辞めてしまう原因を知り、長く通ってもらえる教室づくりをするための3つの対策ということについてお伝えしたいと思います。生徒さんがですね、せっかくまあ出会って、新規で通ってくださるような方ができた後ですね、長期的にやはり通っていただけるっていうのは、教室経営において安定をしていくとか、まあ、いろいろメリットは非常に多いわけですよね。まあ、一方でもちろん固定化された人たちだけが、ずっと来ることによって他の人が入りにくいっていう、まあ、状況を作ってしまうっていう、まあ、デメリットもあるんですが、それは全体的な内容の中で、たまにこう入れ替えができるような仕組みも持ちつつ、まあ、長くやはり通ってくださる方がいるっていう状態を作るっていうのは、基本的には施策としてはですね、王道なやり方になります。で、長く通ってもらいたいんだけれども、まあ、辞めてしまう人も結構多いとかっていう、まあ、ご相談も当然いただくわけなんですけれども、その内容ですね、なぜそうなのかっていう事情を知って、でそれに対してご自身がどう対応するかっていうことを、検討していくっていう、まあ、そんな形でですね、考えていただいて、少しでも一人でも多くの方が長く通ってもらえるような教室を作れればいいかなと思いまして、今回のお話をしていきたいと思います。それではですね、まず本題に入っていきたいんですけれども、まず理由3つっていうことで、まあ、お伝えしました。で、まず一つ目はですね、三つの話を先に結論言いますね。まず一つ目が、属性を見極めるということ。二つ目が、講座のリニューアルをしていくということ。三つ目が、世相を反映した価格設定を検討する。まあ、この三つになります。で、まず一つ目のですね、属性を見極める。このお話をしていきたいんですけれども、属性を見極めるっていうのはどういうことかっていうとですね、そもそも集客の一番最初の段階で、長く続かない人を集めている先生も当然いらっしゃいます。具体的にどういうことかっていうとですね、私が前コンサルで、それはなかなか続けていくのは難しいよねっていうお話をしたことがある方っていうのは、出産を控えている産休中の妊婦さん、要は会社員でバリバリ働いていたんだけれども、産休を得て、まあ、子供を産んで育てて、そして会社に復帰するまでの間っていうのが、その育休とか産休とかもらえますよね。その時時間があって、普段できなかった習い事を、今までやりたくてもできなかった習い事をしたくて教室に通うっていう人の需要ですね。ここをピンポイントで狙いに行ってる方がいらっしゃって、確かにですね、時間もあるし、場合によってはお金もあります。人によってはその貯金を、もともと OL 時代の時にガツガツに働いていたとしたら、貯金が結構ある方とかいらっしゃるんですけど、その方が趣味のことで習いたいっていうことで、行けなかった教室に行きたいっていうと、まあ、来てもらえる確率はもちろんあるんですが、先には続かないですよね。職場復帰するのはもう目に見えているし、で本人は職場復帰、まあ、するないしはまあ、子供をね、預けてどうにかなるとか思っているのかもしれないですけど、お子さんって、そのお母さんがですね、おそらく思うほど、例えば職場復帰できるっていうほどの、状態になってるかどうかっていうのは、子供大きくなってみないとわからないので、ものすごく将来的において不確定な要素を非常に持っているという、そういう属性をもともと集めている方は、当然ですけれども長く続きにくい方を最初から集めてしまっているので、それはその集客の段階で集めることを検討した方がいいっていう属性っていうお話ですよね。それと同様に、もう転勤する転勤族ですね、いわゆるその土地には 2,3 年しかいないって分かっている転勤族の方を中心に集めてしまうタイプの方ですね。この方に関しては、なぜじゃあ転勤族の方を集めてしまうのかっていうと、その土地に住んでる方っていうのは、土地の価値観
要は金額的な、金銭的な価値観があって、例えば東京だと1万円ぐらい払うのが普通だっていう内容とかでも、地方とかだと8,000円、7,000円、6,000円とか、その低い金額で払うのがこう通例みたいな状態になってしまっていると、その本来の価値を感じてくれるのが、例えば東京から転勤で地方に行かれているような方が通いやすいような教室の場合には、高くても物が売れてしまうケースがありますね。そうすると、そういった方を期せずして中心的に集めてしまう、まあ価格帯の設定っていうことなのかもしれないんですけれども、転勤族が集まってしまうような教室はいずれ転勤してどこかに行くので、オンライン講座とかを持っていれば、まあまだ通ってくださるのかもしれないんですけれども、通常はそのおそらく短期のそのところにいるだけの時だけに通いたいということで選んでる方はもう多い可能性がありますので、そうするといなくなることを前提に、来ている人を集めているということになってしまいますので、この辺りはそもそも属性を見極めないと、集客の段階で来ない、将来来ないであろう人をその時集めやすいからという理由で集めている場合には同等のケースがあり得ます。で、同様にですね、割とお子さんが小さめの方で不確定、不安定な要素を抱えているような層を集客する場合ですね。お子さん向けの講座を持つとか、あとはそのお母さんでも、その小学校、中学校、中学校、高校、大学っていうことで、お子さんのライフスタイルに家計が左右されるような要因を持っている層をもともと集める場合、そこは関係なくお金が払えるよっていう、旦那さんの収入が、ものすごく高収入で安定している場合には、子供が大きくなっていこうと全く問題ないんでしょうけれども、お子さんが大きくなるとですね、やはりそのかかっていく、学費がかかっていくと、大抵お母さんの趣味のお金とか、そういうのが削られていくケースが多いので、旦那さんの転勤のせいでまたどっか行ってしまうっていう、物理的に難しくなってしまうケースだから、よくあちこちを動くような転勤が多い旦那さんがいるような奥さんだと、やはりその長く続けるっていうのは難しくなるんですけど、お子さんのライフスタイルに左右されるような要因をもともと持っている層を集めている場合、これもやはり継続が難しくなるなというふうに思います。あとは土日系なのか平日系なのかっていう、その集める層ですね、ライフスタイルが変われば当然時間帯が変わってしまいますので、ご自身の自宅も当然変わると思うんですよ。お子さんの成長、あとは旦那さんとの、時間の関係、そうですね、例えばサラリーマンだったのに脱サラをして自営業に変わったから、旦那さんが普段家にいるようになってしまってやりにくくなったっていう方のお話とかも聞きますし、お子さんが、その塾とかまた何か習い事をするっていうことで、その送り迎えをしなくてはいけないみたいなところで自分の時間が制限されてしまったりとかですね、そういったものをケースがあり得たりとか、あとはそうですね、私たちの年齢とかになってくると介護とかで習い事を続けることができないような状態になるとかですね、年齢が低かろうと高かろうと、いろいろな状態は考えられるんですけれども、その時短期的に来れなくなったとしても、例えばその状況が解消された場合、3年後とかでも思い出してまた通うっていうことができる状態、要は生徒さんと連絡を取り続けることができるかっていう関係性なんですけどね。辞めてしまった後とかでも、例えば季節のお便りとかを続けてこう流していられるかとか、そういうことでまたその先生思い出していこうみたいな、そんなこともつながりを長く持っておくことはできる一つのツールになりますね。現状では、やはり離れてしまっても物理的に通えなかったとしても、先生のことが好きだった場合にはオンライン講座とかっていうのも選択肢とかになっていきますので、ライフスタイルが変わると当然来れなくなるとかいうケースとかっていうのは非常に多くなってきますので、もともとの属性はそのことを踏まえた状態で募集してるのかしてないのか、
来なくなっちゃうんですよねっていう話を聞くと、いやそれは来なくなることの人をもともと集めてますよねっていう話になってしまう時とかがあるので、まずは一つ目は属性を見極めて、その属性に合わせた対応策をご自身がどこまで取れるのかっていうのも含め合わせて考えて、長期的に通ってもらう、教室の環境づくりっていうのをしていく。これにはアナログ戦略も当然入ってきます。メールお便りをしていくっていうところで、長く忘れずに来てもらうっていうことも必要になってくるので、それも一つ考えていただきたいことかなと思います。で、2つ目ですね、講座のリニューアルっていうことなんですけれども、講座をですね、どれぐらいの頻度で皆さんが変更してるかっていうことなんですけど、人気ある講座っていうのはもちろん続けていったらいいと思うんですよ。下手にこれ人気ある講座をいじっちゃって人気がなくなるケースもあるので、人気がある講座っていうのは基本続けていった方がいいんですね。で、ただしその人気のある講座も半年に一度か、1年に一度とか、プチリニューアルはやっぱり続けながら進化させていく必要があります。進化させていく必要っていうのは、世相、トレンドを反映したりとか、いろいろですね、構成とか持ってる方とかは、ブラッシュアップ、ブラッシュアップで自分ご自身が学んだ知識とか新しく得た情報をそこに入れ込んでいくっていう、その作業がやはりどうしても大切になってくるので、それをこうまめにできるかどうかっていうことなんですね。一回コースを作ってしまうとすごく楽なんですよ。内容変更しないとほぼルーティーンでこなしていけるので楽なんですけれども、やはりこれをいつでもチャレンジし続けて、講座をリニューアルし続ける先生と、その楽さに甘んじてくるくるルーティーンでやる先生とでは、その後の集客がやはり変わってきますね。リニューアルし続けてる先生は、そのリニューアル講座を他の方、終わった方が習うわけではないんだけれども、やはり魅力があればそのまんま続けていく方、この先生は次は何をしてくれるんだろう、どうしてくれるんだろうっていう、こうワクワクが止まらないので、講座のリニューアルをされ続ける先生のところには長年通う生徒さんがつきやすいっていう傾向が非常にあります。要は整つまりですね、続かない理由っていうのはいろいろあるんですけど、2つ目の理由として飽きるっていうことも結構多い要因かなと思ってですね、要は飽きてしまう、その刺激がなくなる、刺激があって楽しければ続けるっていう、人間の特性みたいなところはあるんですけれども、ですからもう満足しきって習うことがなくなっちゃったっていうことで当然やめる方っていうのもいらっしゃいますし、チャレンジしていくことが好きな方はやっぱり上の上級講座を常に上に行けるように作り続ける必要ももしかしたらあるかもしれません。あと満足度と、学んだスキルとかを腕を鈍らせないように、例えばコンテストとか独自の内部でも構わないんですけどもね、あとは横のつながり、生徒さんの横のつながりを作ってあげて、そこでのこう輪を作った中での発表会みたいな、そんなものを作っていくということで、そのご一人でやってしまっていても満足で終わりっていうことがないような、楽しくそこに居続けられる仕組みですね。その新しい知識を学ばないにしてもそこにいられる横のつながり、コミュニティとかがあると割と続いたりとかしますので、そのあたりもやっていくとか、あとは上級コースを設定する時とかにコーチングとか個別カウンセリングに近いようなことも入れていく。要は今までは集団で教えていたんだけれども、もっと個人寄りに変えていくっていうことで、より親密度が増していくし、金額も当然高くなっていくんですけれども、そういったこうより深く密接に関わるような講座を作っていくということですね。そんなこともありますし、要は講座のリニューアルを検討するっていうことで、今まではじゃあ、こういった塊の講座だけで教えてたけど、もうちょっと一個一個専門特化した形で細かく教えていくっていう、やり方もありだと思いますし、その皆さんの要望と状況に合わせて、
講座をリニューアルしていく、これも長く続けていただく一つの要因になると思います。で最後3つ目ですね、節操を反映した価格設定を検討するっていうことなんですけど、世相を反映したっていうことは、世の中が景気がいいから値段を上げて、景気が悪くなるから途端に下げるっていうことではなく、まあ払いやすい払い方であったりとか、払いやすい口座の作り方とかっていうのも、まあ世の中のトレンドを見ながらですね、やっていくっていうことも必要なのかなっていうふうに思います。例えば教室のレッスンにいきなりすぐに入れていけるかどうかっていうのは、これまた別問題かもしれませんけれども、月額課金制ですね、いわゆるサブスクリプションと言われるものとかですね、そういったものとかっていうのも現状世の中では普通に、今どんどん仕組み化されて いてどんどん進んでいるんですね。月額課金制っていうのは教室業をやる先生においても非常に安定する良い内容になっていて、月額で例えば、まあ、1万円とか5000円とか3000円とか、どこまで何を提供するかによって、内容は変わってくるんですけど、毎月そのリアルじゃないにしても通えなかったとしても、オンラインの講座とかでもお金を払い続ける価値がある内容を提供できる先生においては、そういったもので一対複数人っていうことでレッスンの内容の人数が増やすことができると、1回あたりのこう自分の時給単価は非常に上がっていきますので、そういった意味でも作っていくことに価値があるものにもなります。あとはずっと同じ値段を設定している先生の、2つの特徴があって、世の中の先生たちがもっと内容が濃くていいものを安い値段でつき始めると、やらなくてはいけないことは2つで、その値段が世の中の基準になってしまっている場合には、自分の講座をさらにブラッシュアップさせて、その世の中の値段よりもともと高いというものを保ち続けるのか、こちらの方の安い価格のものがどういう状態になっているかっていうのを理解して、下げてもブランドが下がるような下げ方ではなくてですね、何かに特化した形にするのか、絞り込んだ状態でその金額を確保していくのかっていうことで、一瞬値下げをしたようには見えるんだけれども、提供する価値は下がっていないし、自分が提供しているものは下げていないという作り方ですね。この2つを検討しなくてはいけないんですが、もしかしたらなんですけれども、世の中が、ないしはその後から出てくる先生たちが自分がやってた時代よりもさらにものすごく努力をして、その講座をもしも作っているとすると、自分がその知識内容に足りなかった場合には、もしかしたら値下げとかも考えないといけない場合もあります。要は高いから生徒さんが来ないし続かないっていうケースもあり得るので、長く続かないっていう時に、価格設定ということで考えるっていうのも一つあります。ただ下手にですね、世相がそうだから値引きしようとかってやると、高い値段で払ってきてた生徒さんも同時に辞めてしまうケースがありますので、先生ってそうやってすぐに値段割り引くんだみたいな形になるので、値段下げる時には本当に慎重に下げないといけないと思います。あとはですね、長く続けてくださっている方に関しては、特例としての個別対応っていうのも多分あり得ますね。その方が、気に入ってて、その方も通いたいんだけど、どうしても例えば今こういう家庭状況でっていう内部のところまで詳しくお伝えしてくださる方いらっしゃるようであれば、例えば在籍は残したまま、その聞く権利とかはあって、で6ヶ月後とかにまた復帰してもらうとか、期限が決まっているものとかに関して特例で対応してあげるとかっていうのも一つですし、あとは例えば複数回のレッスンが組まれているようなケースの場合、そうだな、例えば2回、月に2回か3回、ピアノとかがそうなのかもしれないですけど、2回か3回が1セットになっているで、この金額って設定されているような場合には、レッスン回数を間引くことで値段を下げて
それで続けてもらうっていう、これも特例にはなるんですけれども、そういったものを検討するとか、あとは長く続いている方を優遇するっていう意味で、継続割引みたいな形で値段を設定していくっていうのも一つの手です。あと余談なんですけれども、私の月額課金のサービスの方たちっていうのは、その時に契約した金額がずっと続くっていうことになっているので、初期の頃契約した方は辞めない限りはその値段が、私が今どんどん値段高くなっていってるんですけれども、その値段でずっとやり続ける、これが継続でされている方への感謝でもあり、メリットっていうことにもなるので、一旦辞めた場合には、再入会する場合にはその時の時価で再入会していただくことになるので、それも鑑みて続けるか続けないかっていうのを検討していただいてるっていう、そういう作りをしているので、長期の方にとってはお得な形で続けられるっていう仕組みをそもそももともと敷いてるっていうことがあります。ですので、金額的なものはですね、世相が、あと世の中の価値観が何に対してお金を払うのかっていうことが、価値観がどんどん変わっていくので、何度か私もお伝えしているし、自分自身もそれは感じていることなんですが、知識そのものを教えることにだんだん価値がなくなっている。YouTube とかでノウハウを知ることができてしまうので、そこにだんだん価値がなくなっていく。教室業も多分そうなっていくと私は思っているんですね。とすると、何にじゃあ人は価値を見出すのかっていうことは、ノウハウそのものよりも、その先生との、人間的な付き合いであったり、触れ合いだったり、あとはその教室に通う人たちとのご縁の中で、学んでいける、その喜びとか、多分コミュニティ運営に近くなると思うんですけれども、そちらの方にだんだん世の中はシフトして価値を置くようになっていくのではなかろうかというふうに思っているので、その価値づくりを先生側が先に察知して作っていくことができるかどうかっていうのも、今後教室が反映するかしないかっていう部分の一つの大きなポイントになっていくのではなかろうかというふうに考えております。はい、では、本日のまとめとしたいと思います。生徒さんが辞めてしまう原因を知り、長く通ってもらえる教室づくりをするための3つの対策ということですね。まず1つ目は属性を見極める。2つ目は講座のリニューアル。3つ目は世相を反映した価格設定を検討する。以上の3つを、長期的に、生徒さんを保っていきたいという場合にはご検討いただけるといいかなというふうに思っておりますので、ご参考になさってください。それでは。